ドイツのピアニスト、作曲家、ピアノ教師、フリードリ・ヒビークの辞書として生まれる。19世紀に活躍した女性ピアニストであり、また作曲家、ロベルト・シューマンの妻としても広く知られている。プロデビューは1828年、9歳の時、ライプツィヒヴバントハウス管弦楽団の演奏会で、モーツァルトピアノ競争曲のソリストを務めたクララは、当時のライプツィヒ、 ザクセン王国のみならず、現在のドイツ全域に、天才少女としてその名を知られるようになり、以後、19世紀において、最も巧妙なピアニストとなった。現代においても、ヨーロッパ共通通貨ユーロに統合される前の、最後の100マルク紙幣に、クララの肖像が使われていた。なお、夫、ロベルトの死後、クララが、それまでも信仰が深かったヨハネス・ブラームスと、 恋愛関係になったという説が現代に至るまであるが、それを裏付けるものは全くない。クララの父、フリードリヒビークはクララが幼い時に妻と離婚した。妻の収入に頼っていた父フリードリヒは、自らの子たちに目を向け、一番可能性がありそうな、クララにだけ教育を施し、他の子供の育児を放棄していたという。彼はクララを第二のモーツァルトに仕立てようとしていたと言われる。 一説には彼女が日記に書く内容まで支持していたという。クララが十二歳の頃には彼女はヨーロッパで演奏会をして回るようになり、聴衆はもちろん多くの音楽好き著名人や皇帝へ、音楽家などからも絶賛された。新音楽時報ではフランツリスト、ジギスモント・タールベルク、アントン・ルビンシュテインと同等に評価され、1 8 3八年当時の オーストリア皇帝フェルディナント一世は18歳の彼女を天才少女と呼び、オーストリアで最も栄誉ある王室皇室内学奏者の称号を与え、また多くの神道たちを自宅に招き演奏させていた、詩人ゲーテも才能ある芸術家、クララ・ビークのためにという名分を刻んだメダルを送った。クララの演奏を聴いたショパンは、僕の練習曲集を弾ける。 唯一のドイツ人女性と絶賛し、その演奏のことをショパンから聞いたリストは、ライプツヒの出版業者、フリードリッヒ・ホフマイスターの手紙の中で、力強く、知性的に、正確に弾く、この若い女性の演奏を、今すぐにでも聴きたい。そのようなピアニストがいることは、どの国でも極めて稀な現象であると書いた。彼女は、 七ビークから演奏家としての責任は作曲家の精神と意図にできる限り近い演奏をすることと教えられていたので演奏する曲をトリルや極端なテンポなどで好きなように装飾するリストの演奏には否定的であった作曲家としても幼くして才能を発揮していたしかし当時は女性が作曲家になることは世間に認められておらず 女性というだけで曲を正当に評価してもらえなかった。そのために37歳の頃に作曲をやめ、ピアニスト及びピアノ教師として生きることを決意する。彼女の作品を聞いたリストは、クララ・シューマンの作品は本当に驚くべきものです。特に女性としては、それらの中には、タールベルクの過去と現在のすべての幻想曲と比べてみても、 百倍もの独創性と真の感受性がありますと絶賛した手紙をパリの音楽誌、ルビュエが Z ミュージカルと新音楽時報に投稿し、クララの歌曲3曲をピアノ独創曲に編曲した。ロベルトとは若い時から共作を行っていた。自分たちで作った主題をやりとりし合った結果として、ロベルトはクララ・ウィークの主題による即興曲ピアノ・ソナタ第3番に クララの主題を用いている。また、ロベルトの早い晩年には共同で風画研究に勤しみ、それぞれ風画を残している。また、初期のピアノ競奏曲はオーケストレーションの際にロベルトの手を借りている。ロベルト・シューマンとは8人の子供を設けた。1840年代は、ひっきりなしに妊娠しながらヨーロッパを回って演奏会を行っており、 大変なハードスケジュールであったことが日記に残されている。ただし小だくさんではあったが、長男エミールは1歳で死亡し、バッシュ・フェリックスはロベルトが精神病院に収容されたので父の顔を覚えていない。三男・フェルディナントは、ロベルトの精神障害が部分的に遺伝したことが原因で自殺した。なお、ロベルトは、子煩悩であったが、彼女自身は、子供は3。 4人で十分という言葉を残している。ロベルトの死後、クララは精神病のイメージがついて回った彼の名誉を守るために奔走し、最晩年の作品のほとんどや手紙の大半を廃棄しているため、後世からは批判を受けることとなった。クララは三男、フェルギナントの長女ユーリエをフランクフルトの自宅に引き取って育てていたが、ユーリエが ベルリンの寄宿学校に入った時からクララは彼女宛に手紙を出していた。50通に上るその書簡は親族によって大切に保管され、1990年に出版された。たくさんのピアノ演奏の弟子を残したものの、シューマン演奏に晩年まで就寝したのは最後の時期弟子であり、作曲家兼ピアニストのアデリーナだ、ララだけだった。 世界初のシューマンのピアノ独創作品選手の録音がある。また彼女の他にブラームスにも支持し、名高いピアノ教師となったカール・フリードベルクは81歳の時にレコードデビューを果たした。ロベルト・ボツン150年を経た現在でも不倫説は絶えないが、それを裏付けるものは全くない。事実として存在するのはブラームスとクララは 生涯にわたって信仰が深い友人であったということだけである。なお、ブラームスはクララが没した翌年、後を追うように病没している。ブラームスはクララの既得の方を受け取り汽車に飛び乗ったが、間違えて各駅停車の列車に乗ったために遠回りとなり、葬儀に立ち会えず、ボンにある夫、ロベルト・シューマンの墓へ埋葬される直前にやっと間に合い、 閉じられた棺を買いもみただけであったという。ありがとうございます。